アクオスセンス3ベーシック SHV48 の基本操作をご説明します。電源キーは本体右側面にある小さいボタンです。画面の点灯や消灯をすることができます。長押しで電源オフや再起動、スクリーンショット撮影などをすることができます。音量アップダウンキーは本体右側面上部にある大きいボタンです。音量の調整やマナーモードの設定、解除ができます。マナーモードを設定したい場合は音量アップキーまたはダウンキーを押します。マナーモードアイコンをタップします。マナーオフ、ライブ、ミュートから選択できます。ステータスバーを下に2回スライドしてマナーモードアイコンをタップすることでもマナーモードを設定することができます。続いてナビゲーションバーについてご説明します。ナビゲーションバーとは画面下部にアイコンが表示されている領域のことです。ホームキーはホーム画面を表示します。長押しで Google アシスタントが起動できます。戻るボタンは一つ前の画面を表示します。ナビゲーションバーを上に短くスライドするとアプリ使用履歴を一覧表示します。アプリ履歴を削除したい場合は上にスライドすることでアプリを終了できます。履歴をすべて削除したい場合は左端までスクロールしてすべてクリアをタップします。アクオスセンス3ベーシック SHV48 をぜひお楽しみください。